トゥオー。はい、始まりました、リエルの未来へトゥーゴーの時間です。ごきげんよう、柴田リエルです。この番組は毎週土曜日の3時からと毎週月曜日の5時から毎週2回、毎回違うテーマでお届けしております。リエルグループではあらゆる業務を行っております。まずリエルの総合サイトを一緒にご覧ください。どうぞ。 RIEIR もしくはカタカナでリエルと検索いただくとページが出てまいります。こちら総合サイトのトップページ、ここから、下にスクロールしていただくとキレクリエイターのページが出てまいります。リエルグループはですね、もう創業か、もう今17年目、そうだ、もう11月の1日で18周年を迎える会社となります。当初、私が海外から医療機器を輸入して全国の病院クリニックに卸すところから始まりました。そして、皆様のホームケア品として腸の改善サプリメントだったり、お肌のスキンケアのお手入れなどを、ご提供するにあたり、リエルの企画製造した商品、リエルアイテムを皆様にご提供する際にカウンセラーシステムを設けました。カウンセリングシステムとは、皆様の肌健康などをカウンセリングし、皆様の状況を伺い、皆様個々におすすめできる商品をご説明ご提案し、そして商品の使い方からアフターケアまでさせていただくカウンセリングシステム、そしてそれが、広がり、商品の販売から、そしていろいろなエクササイズなど外側のケア、体力改善などもいろいろ業務が進んでまいりました。そして3ページ目、リエルグループで行う各業務ですね、各法人別で業務を行っております。まずはじめの R 頭文字ですね、 R 改善のページです。ここはリエルセレクトのページでして、リエルセレクトとは何ぞや、再生医療を推奨しております。皆様の体に持ってもともとある幹細胞を、培養し増やしていただく治療だったり、美容施術などを行っていただく美容クリニックなど、全国にリエルグループが業務提携しているクリニック、病院が数々あります。そこのクリニックのおすすめ、ご紹介だったり、ホームケア品として私がご提案しセレクトしている商品、健康食品や化粧品などなど、皆様のホームケア品としておすすめする商品のラインナップがこちらのページからご覧いただけます。そして次、愛のところですね、ピンクの愛、これは護身術クラブマガのページです。これは護身術クラブマガ、私が日本で女性では唯一インストラクター資格を取得しているということもあり、ワールドワイド資格なんですけれども、世界国内で護身術の指導をしております。護身術、皆様の身の回り、治安という問題もありますが、いつ危険事件事故に降りかかるか分かりません。その時に命を守ってその場を離れていただくための護身術、そして体力改善向上のためにトレーニングなどもご指導しております。日本では警察、警備会社、あと自衛隊などの方にも防護術として、逮捕術としても採用されている技ですので、その方たちにご指導していたり、一般の方にも老若男女、お子様からシニア、高齢の方まで、老若男女問わず皆様に体力改善、そして護身の技を身につけていただくご指導をさせていただいているページです。そして次、 E のページですね、ここは、不動産業務、ナノファイバー製造などを行っております。皆様のご資産など、物件を買いたい、売りたい、などなど、皆様のご相談に乗り、資産をお預かりし、売買仲介業務を行っている業務です。そして赤の愛のページ、アイディアですね。ここは世界的有名な発明家、ドクター中松博士の販売店を承っております。今4000弱ですね、4000弱の発明品がドクター中松博士の商品がございます。それを皆様に
ご説明し、ご提案し、おすすめする業務を行っているページですね。はい、そして最後の R、 今リニューアルしているところですけれども、マネジメント業務も行っております。アーティスト、ミュージシャン、俳優さんなど、私を含めて皆様何かご興味ある方がいらっしゃいましたら、オファーお問い合わせいただきましたらと思います。はい、そして、リエルサイト、 SNS 数々やっております。リエルグループでは Facebook や Instagram などやっておりますので、皆様検索いただいてご覧いただけたらなと思います。定期的に、弊社スタッフが更新をして、新しい情報、今お伝えしましたあらゆる業務などのアピールやご説明などしておりますので、QR コードをここから読み取っていただき、ぜひ皆さんいいね、フォロワーになっていただけたら嬉しいなと思います。はい、あらゆる業務でいろんな、説明やご案内などしておりますので、皆さんぜひチェックしてみてください。ではここで、CM をまず最初に皆さんにご覧ください。どうぞ。美容外科クリニックの提供でお届けいたします。皆様が今見ていただいた、クリニックですね、東京の渋谷にございます。再生医療の、施術をメインとし、皆様にお勧めしているクリニック、この番組でもテーマに月何回かテーマにしてお届けしておりますので、アーカイブで検索いただいて再視聴いただいたらなと思います。金の糸施術、美容施術、若作りではなく若返っていただくためのご提案です。そして幹細胞、皆様の体にある幹細胞、自分の体の幹細胞を抽出して培養し、また元に戻していただく、そして数どんどん毎年減っている幹細胞を皆様にどんどん増やしていただき、元気な健康で若々しい100歳寿命を迎えていただけたらなと思う再生医療のおすすめするクリニックです。ご興味ある方はぜひ、リエルサイトからコンタクトのページに移っていただき、お問い合わせ、あとはカウンセリングなど応募いただきましたら、問い合わせなどいただきましたらセッティングさせていただきますので、ぜひぜひご興味ある方はコンタクトのページからご連絡をいただけたらと思います。直接ね、リエルセレクトのページからベル美容外科クリニックの問い合わせもできるようになっておりますので、直接ベルさんにね、お電話される方はぜひこの番組を見たと言ってご連絡いただくと、特別な何か特典やスペシャルメニューなどがご用意させていただけると思いますので、ぜひこの番組を見たと言ってください。もうね、かなり特典がつきますので、絶対皆さん行っていただいた方がおすすめです。はい、そして、協賛広告いただいておりますシーポンさん。シーポンさんはね、飲食店だけではなくて加盟店さん、サロンだとか美容室とか、クリニック、病院、あらゆる飲食店問わず加盟店さんを募ってらっしゃるところですので、シーポンを使えるところがいろいろあります。なので、チャージしてね、チャージしてポイントを増やしていただくこともご自身でもできるんですけども、加盟店されているシーポンが使える店舗に行くと、使えて
また溜まってという繰り返しで、もうシーポン生活をねやられてる方もいらっしゃるぐらいに、どん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 ポイントが溜まって使えますし、先ほどねお伝えしたみたいに飲食店で使うだけではなくて、溜まったポイントを美容室に行って、例えば特別今日は奮発してトリートメントしようかなとか、歯医者さんホワイトニングしようかなとか、特別メニューもね、たまったポイントで受けていただいたりとかもできますので、どんどんここから登録していただいてポイントを貯めていただけたらなと思います。はい、この番組は毎回違うテーマでお届けしております。 To Go リエルの未来へ To Go、 タイトルにもあります通り、 To Go はお持ち帰りの意味があります。明日へ未来へ、皆様の役に立つ情報、そして元気になっていただけるテーマを持って、毎回違うテーマでお届けしておりますので、今日も50分間皆様楽しみに、ご覧いただき、 To Go をぜひお持ち帰りください。今日のテーマはこの方です。ドクター中松博士です。先ほどお伝えしたように、リエルグループではドクター中松販売店を受けたまっております。ドクター中松博士、どんな方か、世界的に有名な発明家です。皆様、発明家というとトーマス・エジソンを思われる方が多いかとも思いますが、トーマス・エジソンはね、生前1000トンで93件の発明品をこの世に残されて、終えました。ドクター中松博士、今年満93歳、数えで94の年を今スタートされ、現役で発明を続けて、現役の事業家でもあります。世界的有名な発明家、日本ではね、皆さん選挙で見る顔とか、そういうちょっと面白い先生みたいな番組を見てらっしゃった方とかはね、そういうイメージをお持ちの方がいらっしゃるかと思うんですけども、もう偉大な方です。東京大学出身で、今もう国際創造学者と世界的に評価されている方です。ニューヨークタイムズでも世界の100人に入る偉大な日本人ということでね、評価されている方で、ハーバード大学では地球上で最も偉大な人とも言われている方。そして、6月26日はドクター中松博士の誕生日でもあるんですけども、その誕生日がアメリカではカレンダーに記念日として設けられているように、ドクター中松記念日として設けられているほどの方なんです。はい、日本だとね、6月26日はね、何の日かなと思った時に、母の博士がね、リエル何の日か知ってるって言われて、カレンダー見ても何の日もないし、何だろうと思った時に、日本ではね、6月26日は風呂の日なんだよって言われて、僕の誕生日は風呂の日だよ、日本では。でもね、海外だと記念日になってるんだけどなーっていう風なお話をエピソードがあるぐらいに、本当に海外ではね、偉大な方で、評価高き方なんですよね。ドクター中松博士、もう、ユーモアあふれる本当に楽しい方です。皆様がね、ご存知のドクター中松博士どんな人かなと思った時に、皆さんおっしゃるのがフロッピーディスクを発明した人、あと灯油ポンプを発明した人というふうに思われると思うんですけども、まずまずね、博士って何の博士なのって皆さんおっしゃると思うんですが、博士はね、5つの博士号をお持ちの博士なんです。もう私から言うとね、博士号を1個取るのも大変で、博士号なんか取れないよって思ったりするんですけども、一つの博士号をお持ちで博士というだけでも偉大ですが、素晴らしいなという、天才だなと思うんですけれども、5つの博士号をお持ちです。まず1つ目工学博士、2つ目に法学博士、3つ目に医学博士、4つ目に理学博士、5つ目には人文学博士。5つの博士号をお持ちの博士なんです。どうやって5つも博士号を取れんだよ。だってね、年月も学習の時間もね、かかったりもするのに、もう、どんだけタイトに取ったんでしょうっていう話とか、あと、一人の頭じゃないようにも本当にあらゆることができてしまう天才的博士。もう、天才というのは、こういう人のことを言うんだなと。天才を絵に描いたような方だなと思う方です。
まだね、現役の、もう94なんですけど、現役バリバリで、本当に現役で日々忙しくお仕事されてらっしゃる方なので、まだまだね、現役で頑張っていただきたいと思うところなんですけど、もう、あれですよ、私が思うに、教科書に載ってもおかしくない。エジソンを上回るというか、教科書に載ってもおかしくないですし、それこそね、NHK の朝ドラのテーマになってもおかしくないぐらいの方。以前そういうね、オファーもあったんですけど、まだまだ僕は元気で生きてるよっていうことでね、その実現はまだまだ先の話になっておりますが、それぐらい偉大な方です。ドクター中松博士、フロッピーディスクとかね、灯油ポンプとか、皆さんご存知かと思うんですけど、知られてないだけで、皆さんがご存知ないだけで、世の中に便利なアイテムで皆様が本当に助けられている商品ってたくさんあります。カラオケとかもそうですし、ファックスもそう、電話もそうですね。あとカテーテル、手術とかですからカテーテルもそうですし、あと最近だとドローンも中松博士の当初、もう何十年前ですけど、発明をされていて、そこから定期的に改良してね、また特許新しいもので改良して取ってらっしゃったりするので、もうたくさんありますよ。あと、そうですね、何年か前に箱根駅伝で話題になった厚底スニーカーの原型という、ぴょんぴょんっていうね、シューズもドクターの発明品ですし、いろいろありますね。あと映画で、シネマスコープありますね。シネマスコープも当初は中松スコープというネーミングだったんですけど、あれも今やシネマスコープという形で皆様のよく目にするものになっていますね。もうワイドになってますからね。もうかなり映画もスクリーンも見やすくなっているかと思います。ドクターの、写真、まつわる写真がありますから、一緒に見ながら先生のことを知っていただけたらなと思います。これは、天才会議、16枚でこれでしたっけ？どうですか？じゃあ、天才会議からいきますかね。16枚の写真ってこれですか？ へーって へーって感じになってますけれども。ドクター中松博士はですね、3歳から発明をされたんですよね。で、3歳から発明されて、また順番が違う感じになっちゃってますけども、一番初め3歳に模型のボートを手作りされて、で、5歳の時に初めて発明されました。自動重心安定装置というね、ものを、発明したり、もう5歳の時皆さん何してました？ 5 歳で初めての発明、特許を捉えたってすごいですよね。発明ノートっていうのがあって、いっぱいご自身でメモられて、もうアイデアが湧いたらすぐに書き込むというね、発明ノートがあって、発明ノートを付け始めて、もう25歳の時にはね、2000件を発明されてたというね。それで取材とかもされたっていう話があるんですけども、25歳までに2000件、すごいですよね。ドクターの写真、16枚出ますかね。1枚目からいきますか。あとね、皆さん何だろう。あとあれもそうだ。空港なんかで見るデジタル表示板、デジタル表示板ありますよね。あのデジタル表示板もドクターの発明品です。本当になんか皆さんいっぱいありますよ。これもかあれもかって、そうだったのって皆さんね、驚かれるものばかりで、世に皆様が知られてないところでたくさん発明品があります。飛行機のね、さっきお伝えした自動重心安定装置もそうですね。もうジャイロの、特許も先生がお持ちなんですよね。皆さんこれをね、聞かれると、専門の方は驚かれます。本当に世界に、本当に日本でも有名で、役立つものをどん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 皆様のために商品を世に出していますね。
じゃあ写真一緒に見てみましょう。はい、フロッピーディスクです。皆さんこれですね、もう今ね若い方はご存知ないかもしれませんね。フロッピーディスク使う時代じゃなくなっちゃったのであれですけど、ここからどん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 進化して今皆様の手に使う取って使われているものがね進化していろいろあると思うんですけど、これが一番皆さんご存知のフロッピーディスク。そして次のページいきますか。これですね、こうやってコンパクトに見るとわかるかな。フロッピーディスク、パソコンでね入れてねメモリー保存してたりとかしてたと思うんですけど、今 USB とかなってますけどね、フロッピーディスク、これドクター中松博士の発明品なんです。そしてドクター博士が今映ってますけど、その後ろにある丸っこいあります、あれってドクターの後ろにある壁のように見えますけど、あれフロッピーディスクをデザインした扉が、門が作られてますユーモア満載でね本当に楽しい方です。そして次、これはね灯油ポンプですね。日本じゃあまりもう今石油とか使うことないかなと思いますから、手に取ることはないかと思いますけど、でも売ってますよね。ドンキホーテとか行ってもまだありますし、スーパーにも売ってますし、田舎の方とかまだね重宝して使ってらっしゃったりもするので、見たことあると思います。灯油ポンプ、これもドクターの発明ですね。もう一番この辺が有名で、皆さんどんな方もご存知のものじゃないかなと思います。そして次行きます。これはぴょんぴょんシューズですね。これ難しそうに見えるんですけど、難しいんです履いてみたら本当にね、バランス取れないとなかなか前に進めないし、これでジャンプして前進しようもんならすっ転んだりとかするんですけどでも体幹を鍛えたりとか、ちょっとね数分やるとすぐできちゃうものであるので、難しいと言ってもまあちょっとやれば簡単です。これでね、体内、重心とかバランスとか、体内バランスを整えて、体調を良くしたりとか、するものだったりするんですけど、海外だとね、みんな公園でね、これ乗ったり、履いて、自分の靴の上から装着できますから、これでね、公園とか、走ったりされてる方見るんですけど、日本だとどうかな？たまに YouTube とかで上がってますから、皆さん探ってみてください。これが原型となって、箱根駅伝でも有名、話題になった厚底スニーカー、もう軽やかにもう前に前に前に進むような感じで早く走れてしまうというね、体調もバランスも怪我もしないようにというのも加味しながら、これが原型で作られた厚底スニーカーですね。あのスニーカー履いてね、皆さんこうただでさえ早い努力の結果がますます足に負担ない形で発揮していただけたんじゃないかなと思います。これもドクターの発明品です。そして次、これはそうですね、さっきの自動重心安定装置、飛行機や車などいろんな見えないところの部品で先生の発明品が取り入れられています。先生の発明品がないともう飛行機も車も稼働しないような、作動しないような感じで大事なところに組み込まれている、世のために皆さんのために役に立つ発明を数々残され作っていらっしゃるのが先生ですね。はい、次行きます。博士です。これ何かぶってんでしょうねずらというかね、これ守り神っていうね、ネーミングにもね、発想豊かなアイデア豊かなんですけど、守り神です。守る、セキュリティの守るですね。守るというのに、部屋、紙です。守り紙と言って、ウィッグにもなりますし、で、内側に、何で、護身術みたいのを、護身グッズみたいのを装着して、身を守っておく。何かの時にやったら、これをピュって、護身グッズにするっていうね、変化もできるアイディア商品なんですけど、これをね、噂には、前大統領というんですかね、似たイメージを持たれる方がいると思うんですけど、この写真を見てイメージされる元大統領にプレゼントを贈呈されたという話題もあるんですけど、あんまり言うとね、アメリカから怒られちゃいますかね、言わないにしますかねこれを見て元大統領にどなたかに贈呈されたという話題でね、あ、そう、元大統領ね、あれですよ、中間先生の教え子なんですよ。だからホットラインで話したりとか、してるぐらいに、先生がね、70の時かな、
中間先生は、博士は、日本だけではなくて、海外でも、ハーバードしかり、あらゆる場所で、大学でね、講演講義しているんですけれども、アメリカの大学で、元大統領が学生の時に教えられたという教え子だっていうことでね、その娘さんも、イバンカさんね、娘さんも、教えたということで伺っております。もう海外でもね、本当に先生講演とか講義とかいろいろされてて、もう引っ張りだこ優秀な先生ですね。 はい。次ありますか？これはね、トレーニングです。90、数えで4歳、今年ね、数えで94歳なんですけど、もう全然こんな感じで元気です。週2回トレーニングジム行ってます。もう足腰鍛えてますよね。本当に元気でしょ。いろいろなご自身が発明されているサプリメントとか、食品とかたくさんあるんですけれども、もうそれをご自身の体でね、試され、皆様にご提供してるんですけど、元気です。体内年齢とかね、血液年齢とか脂肪年齢とか筋肉年齢とか、あらゆる数値がね、20代、30代の数値を出してしまうぐらいに、94と実年齢があっても、中身はね、めちゃくちゃ若いんです。よく言われます。私の方がね、数値がちょっと上なんでね、年齢に近いところの数値を持ってますからね、リエリより僕の方が数値的には若いよと言われたりとかするんですけれども、もう元気です。足腰も鍛えられていますしね、もうパワフルです。そして次行きます。泳いでます。ウェイトマシーン1時間ずっとトレーニングマシーンを使ってトレーニングされて、これは水中なんぞしてプールで1時間泳がれます。週2回こんなトレーニングしてる94歳、なかなかね、いませんよね。本当にパワフルです。元気ですよ。で、泳ぎながら見えます？皆さん。足、手の先。なんか持ってますよね。これね、潜った時に水中の中でいろいろアイデアが浮かぶらしくて、発明した時にすぐメモりたいと。で、上がった時にすると何だっけってならないように、もう思いついた時にすぐメモりたい。でも水中の中にメモれる紙もペンもないじゃないかっていうことで、ご自身でまたそこも発明され、ご自身が発明されて作った水中でもメモって消えない紙とペンで、発明をこう記録されているところですね。そして次行きます。メモってますね。発明してます。次行きます。こんな感じ。もう誰が見ても私、なんて書いてるのかなって読めないんですけど、本人には読めます。そしてこれはね、セリブレックスですね。これ、20分、ここに座っているだけで、いろんな改善されます。視力なんかね、20分座った後に、視力の検査機で見ると、私だったら、0.2だったのが0.5だったり、0.7だったのが1.0になったりとか、そういう感じで20分座っただけで、速攻性で視力改善とかしたり、毎日毎日続いてると、それが持続されて、どん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 視力も改善されたりとか、集中力増して頭良くなったりとか、いろいろなね、メリットがありますので、これセリブレックスおすすめです。先生いつも座ってらっしゃいます。そして次行きます。セリブレックスですね。あ、これはガンガンロボットですね。これは、何年か前に先生が余命宣告をされたんですけども、2年の余命宣告をされて、もう2年後には余命宣告されてるわけですかね。もうお会いできないというようなところで、最後の日にね、NHK とか CNN さんが、この世最後、亡くなられる時の、絵を撮ろうということで、24時間密着された。こともあったんですけど、もうご自身の発明された医療機械とか医療機器とか、食べたり飲んだりするいろんなホームドクター品でね、改善されて、見事復活されて、今元気はつらつ。もうこれがガンガンロボットですね。これも特許を取られているものなので、全国からもうステージ4、ステージ3となってらっしゃる方も、リースされてね、これで改善されたりとか、ご愛用いただいたりしてますのでね、これもおすすめガンガンロボットです。そして次行きます。これはね、写真ですね。皆さん、何でしょうと思うんでしょうけど、皆さん当たり前にスマホで最近お食事撮ったりとかされてますけど、もう先生も50年弱ぐらい、40何年前からやってます。ご自身が召し上がるものを
必ず写真撮られて記録に残されて、そして自分の採血検査の結果から何を食べたらどういう反応が起きるということを全部メモられて研究された結果、ご自身が何と何の組み合わせはいいとか、こういうバランスで作った商品の方がいいとかっていうことで、ここから研究を重ねられて、ご自身の発明サプリメントだったりとか、ドリンクだったりとか、食品などを出されている、もう日々研究、日々努力の賜物ですね。次撮ってますね。必ず撮ってます。忘れることなく撮る、すごいですよ。どこに行っても忘れません。そして次、そうです、ドクター中松博士のね、ご自宅事務所のところにはね、こういうストリートができちゃってるんですね。こんなびっくりしちゃいますよね。ドクター中松ストリート、こんな感じです。こんな感じの先生、偉大な方です。次ありますかね。はい、これピースしてるように見えるんですけど、これピースじゃないんですよ、皆さん。ピースって言うとね、もう古いよって言われます。昭和のことをやってるんじゃないよって。世界中ピースじゃなくて、世界中ドクター仲間2です。これドクター仲間2の2なので、アメリカ行くとね、皆さんドクター仲間2で写真撮られてますけどね、たまにね、ピースとかおっしゃってたりとか、日本でもピースとか言ってる方いたら、君古いよって突っ込まれます。なので、これはドクター仲間2ポーズということで。はい。ユーモア溢れる。ドクター中松博士ですが、ドクター中松博士が企画する世界天才会議というのが、設けられているんですね。もう35回目になります。今年も、10月7日、来週ですね、10月7日木曜日に、また世界天才会議が開催されます。中松先生が、主催されていて、議長を務められている世界天才会議。まずどのようなものか、先生のムービーをご覧になってみてください。どうぞ。第35回の世界天才会議が始まります。35回という意味は、35年間やってるということです。第1回は、ニューヨークでやりましたし、新宿とかね、その他いろんなところでもやりましたが、今回は皆さん一番来やすいオリンピック会場である東京国際フォーラムで行います。この場所はですね、有楽町の駅に非常に近いんです。ですから皆さんがいらっしゃるのは、非常に有楽町から徒歩でもすぐですから、非常に来やすい場所です。ぜひいらっしゃっていただきたい。そうして最新の発明とか芸術とかクリエイターの作品をですね、他では見られませんよ。この世界天才会議しか見られませんよ。もちろん入場無料であります。皆様のご参加をお待ちしております。ご覧いただきました。世界天才会議、来週10月7日、東京の国際フォーラムで開催されます。ぜひ皆さん、世界の方がね、集まって、出展されるんですけど、世界にね、たくさん発明家の原石があるということでね、皆さんいろんなアイデアを出されて、出展されて、集まられていますので、今年はね、こういう時期もあって、世界から、いらっしゃれない方は、ズームなどでね、インターネットなどでね、書類などを提出されて、本人は来日されなかったりとかあるんですけれども、でも数世界からアメリカ、ヨーロッパ、アジア圏、いろんな世界から本当に出展をされてね、展示されてますので、ぜひ皆さんこの機にいろんな発明がね、ノミネートされてますから、ぜひ見に出してください。下にあるページね、写真ちょっと一緒に見てみましょうか。過去ね、もう今年35回目ですからね、過去いろいろ何回もいろんなところで開催されてきました。世界天才会議、ジーニアスのね、 G ロゴですね、あれも先生の発明です。そして次行きます。各国が集まって、初日のね、開催日にはリボンカット、テープカットもあります。そして次行きます。
これはね、そう、私もね、何年か前か出展したんですよ。1回目は先ほどね、私の今業務になっている護身術クラブマガの会で出展させていただきました。条件反射から身を守る技ということで、この技というのはどういうふうに考えられて作られているのかということで、まあ技も技術も発明だということで、この発表させていただきました。そして次、そしたらですね、毎年ね、その出展されてノミネートされる中から賞を先生がね選ばれて、最後の日に賞を発表されるんですけども、このね時は私はビューティーエンド、そうですね、ガードアワード、防具ですね、防具の賞を、まあ、特別賞みたいなもんです、これは、いただきまして、クラウマが私のご指導している護身術の技を世界的、まあ一応特別賞ということでいただきまして、世界の方が注目をしていただき、さらにさらに知っていただく機会となったと思います。そして次いきます。そうですね、今のディプロマです、盾もあります。そして次いきます。これはですね、そこからまた何年か経った時にスタンス理論、ディエールスタンス理論というのを私が考え出して、まあ何万人という方を護身術指導を教えさせて指導させていただいている中で、まあそれぞれ皆さん個性が癖があったりするんですよね。でよく運動音痴だからできないとかいう方がいらっしゃるんですけど、それは一つの教え方をそのまま押し付けるという感じなのでできなくなっちゃうんですけど、その方のスタンス、皆さんね、生まれながらに4つのスタンスに分かれているので、その方に合った癖とか体型とかそういう動きの癖っていうのがあるので、スタンスを元にご指導するとできなかったものもできるようになる。要は世の中の運動音痴なんていう人は一人もいないということを気づきまして、そのスタンス理論を元に皆さんいろんなご指導させていただき、できなかったものもできるようになると。でできなかったその護身術とかも運動音痴でできなかったとかいう方もできるようになったりとかして、皆さん技を身につけていただいたりしてるんですけど、このね理論を使うと他のスポーツ、格闘技だったり、まあ、ゴルフ、野球、何でもいいです、マラソンでもランニングでも何でもいいんですけど、できなかったものはこのスタンス理論を活用してやっていただくと、できなかったスポーツもできるようになったり、向上して上手くなったりっていうこともあるんですけど、これを発表させていただいたら、なんと次、はい、シルバーメダルいただきました。これはね、本当銀賞ですね、いただきました。本当にこれもね、世界的に皆さん集われて賞をもらったことで知っていただき、いろんな問い合わせなどいただくきっかけとなりました。そして次、盾ですね。はい、次、はい、これもドクター中松博士のドクター中松2ポーズでお祝いの記念写真を撮った写真です。そして次、終わりですかね。はい、こんな感じで私も過去に2回出展させていただいて、賞を頑張ってなんとかいただいたんですけれども、まあ、今年は私は出展してませんが、世界から皆さん出展してます。毎年ずっと行われているので、皆さん何かちょっとしたアイデアがあったら発明品になり、特許が取れて商品化できるということもありますので、ぜひ皆さんチャレンジしてみてはいかがでしょうか。まずは今年の10月7日、来週木曜日、国際フォーラムで開催しますので、入場料無料ですので、皆さんぜひ天才会議の出展数々を見にいらしてください。中松博士とも会えるかもしれませんよ。はい。そしてそんな中松博士ですが、中松博士がホームケア品として皆様にご自宅で使っていただきたい、試していただきたい商品などが数々あります。私も使ったりずっと愛用して今に至るんですけども、ある時ね、先生が、まあ、さっき余命宣告されたっていうのがあったんですけど、それを見事復活されて今94を迎えてるんですが、僕はこのままの、まあ、体内年齢20代30代の数値を持たれているわけですから、このままいくと僕は143まで生きるようにできると思うんだよねっておっしゃった時に、そんなあと50年も先でしょって、私の方がその姿を見届けないで終わっちゃいますよみたいな話をしていたら、何を言ってるんだよ、僕と同じことをやっていればリエルだって全然50年も先生きれるよって話から、そうなのかと、じゃあ健康寿命100歳年齢を目指して私も先生についてきますみたいな形で、先生の商品を全部扱って試して日々メンテナンスしてるんですけども、その商品を皆様に一つ一つお伝えし、ご案内できたらなと思っているところでございます。そしてそんな
今日は先生がおすすめするこの商品、まず一つ目というか今日はこの商品を皆様に知っていただけたらと思います。プロフローです。これはね、あのお風呂グッズなんですけれども、これでねすごい体力改善したりとかリハビリにもなったりとか、あの美容健康にすごく優れているものです。次いきます。これは入浴剤ですね。次いきます。今のグッズとこの入浴剤をセットでお使いいただくといいんですけども、フロフロネーミングね、あもあのバラエティに富んでてユーモア溢れてます。皆さんね、あのよくあのダジャレかよとかいう話もあるんですけど、ダジャレじゃないんです。ドクターはねネーミングも発明というふうにいつもおっしゃるので、フロフロこの意味を皆さん、あの何だと思いますか。先生が解説してくださっているので、このフロフロの先生のコメントをご覧ください。どうぞ。フロフローと書いてある。このフロフローの意味はですね、お風呂で寿命を長くする。フロフロ、じゃあなぜお風呂で年を取らないかって言いますとね、まず一つの理由は温熱作用っていうのがあります。それはどういうのかっていうと、40度以上、まあ私は41度を推薦しますけどね、なぜかっていうと41度で体内、体の中にNO ですね、酸化窒素が発生しますね。この発生もですね、41度1分ちょっと入ってちょっと出たらね、これダメなんです。やっぱりね、10分間41度使ってないとダメなんだから、ぬるま湯もダメだし、熱いお風呂もダメだし、それから早風呂はダメだし、じっくり浸かると、そうするとね、体の中にね NO が発生する、酸化窒素がね。そしてそれは何を意味するかっていうとね、これはね血管を良くするんですね。逆に NO 過剰っていうこともあんまり良くないんで、その10分間っていうのは非常にポイントですけどね。でそうすることによって血管が若返るってことは体全体が若返る、つまり老化が防止できると、健康状態が良くなるということなんです。ただね、それだけではね不十分なので、このフロフローの発明をしたわけですね。まずこの今の NO の方式っていうのは、私のがんをやっつけるね糖の方法の中に一つとしてこのフロフローが入ってます。非常に細かい気泡ですね。気泡をちょっとお見せしますね。41度で10分間というのは、私のそのがんを克服する方法の一つとしてこのフロフロを使いなさいと言ってるんだけども、で10分間ねこのグリップをこうやって握ったり離したりするという意味なんですよ、さっきの10分というのは。それでお風呂のバスタブ、ここはちょっとこの箱に書いてあるけども、このようにお風呂に座ってですね、でこのフロフロをこのように握っていただきたいんですね。これは実はね、私の母がね愛用しまして、でもまさにね101歳以上のねすごい長寿で、私の母はこれを愛用しておりました、フロフロを。例えばお風呂で泡風呂っていうのありますけどね、ああいうのは電気でね、電気で泡作ってるんですよ。フロフロの特徴はね、電気を使わないと、それはポイントですよね。電気のコードを通ってたらそれが漏電しますから、それは感電しますよね。コードを挿してね外の電源につなぐわけですが、そうするとこのコードがありますから、お風呂のドアが開いてるでしょ、チューブがあるわけです、チューブが壊るからね、ドアが開いちゃ閉まんない。ですから寒い、せっかくの41度がもう41度なくなっちゃう。それで私がどうしようかって発明したのが、電気を使わないでこの超音波のね泡を出すということなんですよ。でそれはこのグリップですね、これを使うということです。でグリップっていうのはね、どういうことかっていうのは、昔からね、昔の人のね長寿ね、あの寿命の長い人をの経歴を見るとね、指をこうやって種をね、栗の種とかね、そういうものをこう指に握ってやってたっていう人が非常に寿命が長い。つまりここの手の血流ですね、
血の流れまたは力ね、それが非常に頭にずっと伝わってって頭がボケない、こうやってるとね、そういうことがもう実証されてるわけです。で、したがってこのフロフローはこのクルミの代わりにね、クルミじゃなくてこれを握ってもらうと。だからさっき10分間と申しましたけども、これは時間であって、その10分間のうちに何回こうやって手を握れるかと、このにぎにぎですね、にぎにぎの数ね、これ最初はね、まあ10回でもいいですよね。だけどもその次の日はね20回にするとかね、だんだんこう増やしていってもらいたいんですね。だから、ね、10分間の中にどれぐらいできるかと、それによってですね、こっからずっと頭とか体に伝わっていくわけです。だからこれをコンバインしたということが重要ですね。コンバインってのはどういうのかというと、その長寿にするっていうことと電気を使わないことです。電気をこれでなぜ電気使わないというか、このフローフローの真ん中がですね、ここが超音波を出すエレメントが入ってますね。ここがまた発明ですね。で、この時にですね、さらに申しますと、普通のお湯でもいいんですけども、ここにフロフロー液というのがありますね。で、このフロフロー液を、これ一袋ね、このお風呂に入れるわけですよ。そうするとどうなるかって言いますとね、ダマスクローズの香り、これはもうね、非常に世界的に人気のね、高級なバラの香りなんですよ。バラの香るような香りになりますね、お風呂入っててね。それからコラーゲンやエラスティチンが配合されておりますので、この皮膚の保湿になるということですね。それからシアバターが配合されておりますので、潤い、皮膚の潤いになります。ですからこの今のフロフローの要、いい要素プラス、このフロフローの液体でですね、さらにプラスになる。で、この液体の方は別、追加で必要になればこういう別の箱にですね、このフロフローは私の母が使って実際に長寿でございますし、ぜひ皆さんもですね、長寿健康になっていただきたいというふうに思います。で、非常に安全なものです。で、電気代もゼロですということで、ぜひおすすめいたします。はい、ご覧いただきました。フロフロー、フロフロー、お風呂で年取らないっていうことですね。フロフローです。ネーミングも発明ということで、気持ちいいですよ。血行良くなるし、肌ツルツルになるし、なんかお風呂でトレーニングできるし、リラックスもできるし、いいです。本当に10分間でね、きつい感じありますけど、まあ私はきついです。41度を10分って本当に簡単に思うけどきついんですよ。もう毎回チャレンジするんですけど、41度って言うんですよ。40度じゃダメ、39度でもダメ、42度でもダメ、41度なんだよ、健康なのは41度なんだよって話から41度合わせるんですけど、41度でね、首まで使ってね、10分間きついんです。もう私は毎回8分の声を聞くと、もうダメだって上がりたくなるんですけど、あと2分が我慢できない、もう8分の壁っていうのが私の中にはあって、そういう声を聞く方も多いんですけど、10分じゃないとダメっていうね、10分が一番健康で、悪い、例えば腫瘍とかがんの方とかもがん細胞が出ていったりとか、悪いものがこう出ていくっていうのが10分なので10分間絶対使っておくようにみたいな、それが健康法なんですけども、フロフローです。あと香りもね、フロフローの液を入れていただくとローズフレーバーですからね、本当に香りが放たれた感じですごく香りがいいです。上がる時もシャワー流し切らないでさらっとそのまま上がっていただくと香りも残りますし、しっとりしてツルツルになります。そのままねお出かけされるとね、ローズフレーバーの香りが、ね、漂いますからね、みんながこうヒュヒュってこう香りをね見ていただく感じで、香水とかつけてなくても天然の香りがこう放たれるようになって、気分もあるしリラックスゼーションにもなると思います。
そのフローフローはディエルサイトの愛の中松販売店のページから、皆さんクリックしてご覧ください。販売店のページからご覧いただくと、ここですね、赤のここをクリックいただくと中松発明品の販売サイトになります。ここから商品のところをずっと、見ていただくと、商品のところからずっと行くのかな、グッズでも行けますかね。そうですね、グッズですね。はい、さっきの守り紙もありますけれども、横のフローフロー、パッケージもリニューアルされているので、ぜひ皆さん手に取ってみてください。箱にも発明が組み込まれてますからね。箱を見るといろんなこう説明があったり、辞書みたいになってます。ぜひここからお求めいただけたらと思います。はい、いろんな商品ありますからね、発明品皆さん閲覧を見てみてください。そしてね、ドクター中松博士の冊子ができましたのでね、こっちから見ると中松博士の販売、商品の説明、こっちから見ると私の活動が見ていただける冊子になってます。今のドクター中松ショップから皆さんもお求めいただけますので、ぜひ一部手に取ってみていただけたらと思います。今日はドクター中松販売店の回でお届けしました。また次回を楽しみに待っていてください。ごきげんよう。